炭化イ素は炭素とイ素の1、1の化合物で、天然では隕石中にわずかに存在が確認される。鉱物学上、モアスサイン石と呼ばれ、また、19世紀末に工業化した会社の商品名からカーボランダムと呼ばれることもある。ダイヤモンドの弟分、あるいはダイヤモンドとシリコンの中間的な性質を持ち、高度、耐熱性、 科学的安定性に優れることから、研磨剤、耐化物、発熱体などに使われ、また、半導体でもあることから、電子素子の素材にもなる。結晶の光沢を持つ、黒色あるいは緑色の分流体として、市場に出る。SY と C はいずれも、周期表情で、同じ法則に属することから、基本的には共有結合性であるが、 電気陰性度の違いによりイオン性を持つため、1対1の低比化合物として安定に存在する。結晶構造は図一での通りである。図一クの結晶相図の左半の正三角形に筋目をつけて折り上げ、接する両線を貼り付ければ、正三角形4枚を表面とする正四面体ができる。その4つの頂点に SI 原子あるいは CE 原子、そして 重心の位置に C 原子あるいは SI 原子を置いた正四面体から単ケイ素の結晶を組み上げることができる。ちなみにダイヤモンドでは頂点と重心位置とがすべて C、シリコンではすべて SI、高圧窒化放素では B と N である。ダイヤモンドの弟分あるいはダイヤモンドとシリコンの中間的な性質はここから来る。 その正四面体を密に平面上に並べると、図の右半の網目模様となり、正三角形の中央で120度間隔の三本足を、付けた黒丸が正四面体の頂点の原子たち、それ以外の黒丸が正四面体の底面の原子たちである。正四面体の詰まった層が一つできた。その第一層の上に乗る、第二層の正四面体は、第一層の頂点たち、 すなわち三本足付黒丸を足場に並べることになる。その場合、図の右端に斜線をつけたとの二通りの並べ方があり、このかかが単価形素に多くの結晶多形を作ることになる。第一層はの向きに描いてある。斜線付き正三角形の第二層の頂点と原子をたどると、出つむ場合は一様に右上がりに、出つむ場合は右上がりだったのが左上がりに折れる。 そして、頭脳の,の記号を囲んだ白丸の真下には、第一層の底面の原子がある。すなわち、の向きの、第一層にの向きの第二層を重ね、その上に、またの向きの、第三層というふうに、と積むと、原子はジグザグを描いて上がり、二層が一周期になる。この結晶は、六方小形の対称性を持つから、2H と、記号し、また、が一つ、が一つだから、 ジグザグを11と書く。次に、と積むと3層が1周期になり、立方省系の対称性を持つから、3C と記号する。数十種類ある単価系素の多形の繰り返し周期の小さい方のいくつかを表1に書く。3C が立方省であることは、図1の網目模様を立方省の面として眺めれば理解できる。 都ととを原点として重なる二つの面心立法行使と考えてもいい。SI の面心立法と CE の面心立法との組み合わせである。15R のジグザグの3話を3回繰り返して1周期と読む。R は6枚の筆形に囲まれた筆面定常の対称性を持っているという意味である。同じくず1を面として眺めればいい。立法体をつまんで引き伸ばせば筆面定になる。 この対称性を持つのは、周期の数が15、21、27、など、気の3の倍数の場合である。以上、多形の種類は多いが、同じ結晶層を重ねるときの過去の向きの違いだけにより、従って隣り合う SIC の原子間距離は、多形によらず、密度もすべての多形で同じである。また、事項の工業的製造法で生産される、単多型素中の多型は、 4H、6H、15R が圧倒的に多い。そして結晶粒の強さの度合いが、それら3種間で異なるという証拠はない。ここで言う、工業的とは、一度に10トンの単位で作られ、製品が最高純度ではないという意味の19世紀末以来の量産方法である。次単価計素の製造路左、長さ方向の断面右。 横方向の断面図にの左は、炉の長さ方向の断面で、10メートルよりは長い。左右端部の黒いものは、黒煙電極で、それらを結ぶ黒まだらは、黒煙の粉、その上下は、底石、コークスタの原料である。電極に電圧をかけると、黒煙粉が発熱して、周囲の原料を加熱する。1、摂氏500度を超えると微細な 3C が生成し始め、 消音とともに 3C は消え、4H、6H、15R などが発達するが、この環境では、2、摂氏200度以上でそれらは分解して、黒塩の粉を残す。反応は、CO2 プラス3 c シックプラス 2CO でまとめられる。電圧を切った後の横方向の断面が図2の右である。同 C 塩の中心部の黒塩粉は、シックが分解した分だけ太り。 その外側にシックの塊が、ちくわ状に生成する。その外側は、温度が1、摂氏500度くらいにしか上がらなかった 3C の薄い層。そのまた外側は反応しなかった原料で、未反応物は次のミサオロの原料に混ぜる。シックの塊は、中心から外側へ放射状に発達した結晶粒の集まりで、通気性に富む。炉に、原料や、 国塩庫を積む通電する止めて冷やすシック回を取り出すの各工程の長さは数日ずつである。この炭化ケイ素の製造には多量の電力が必要で安価な電力が得られる立地で行われることが多い。製品の塊から不純物を除き、粉砕し、さらに不純物を除き、流度ごとに振るい分け、製品にする。日本では唯一鹿児島県の薬島で薬島電工が 炭化イ素の生産を行っている。薬島電工は、薬島の豊富な水量を活かして、自社で水力発電を行っており、大量の電力を自ら賄うことができている。表2に周期表法族の3兄弟、C、シ i ク SI の性質を並べる。炭素原子よりシリコン原子の方が大きいから、C、シ i ク SI と原子間距離は広がり、 熱伝導率は小さくなり、硬さは下がる。表の熱伝導率に幅があるのは純度による。ヌープコードは結晶面によって違う。炭化系素の特徴はまずその硬さで、活石を1、ダイヤモンドを15とする修正モースコードでは13である。純粋な炭化系素は無色透明と言われ、工業製品は緑色から黒色を呈するが、 製造の環境を正常にするほど色が薄くなる傾向がある。緑内石、黒の着色は窒素、アルミニウムなど3属 V 属元素の原子が結晶格子に入り込んで作る不純物順位による。よって結晶の電気抵抗は色が薄いほど桁違いに高く発熱体の原料に使用されるのは緑色品である。h n 型、緑色、c 黄色。ただし、オフ角度が0度になると白濁したり、色が変化する場合がある。基板濃度でも変わる。また、P 型でも白濁する場合がある。1から100面や、11から20面は焦げ茶に近い。炭化系素は摂取800度以上の大気中で、酸化するが、表面に生成する塩にが酸化を収める保護被膜になる。液体にはならない。 摂氏2545度で消化すると言われる。復化水素、硫酸、硝酸の混合液にはわずかに溶ける。ある種の溶融樹を及び、通る鉄には溶ける。研磨剤、耐火レンガの原料、中鉄への過炭化系素材、高級釣りのガイド、登山鉄道車両の非常ブレーキ用臭などに大量に使われる。中鉄用は低純度品である。 電気素子の素材としては、発熱体、アレスタ、バリスタなどに長く使われてきた。シリコンに比べて、バンドギャップが大きいことから、高温、高線量化で利用できる、半導体材料として注目され、1980年代以降の結晶成長技術の発展に伴い、高速ショットキーバリアダイオード、モスフェットなどに使われるようになった。熱伝導率が高いので、 他の半導体の基板の原料であるウエハーとして実用化されている。シックの塊であるインゴットを引き上げてスライスして使われる。従来型のシリコン製半導体に比べると音抵抗が低く摂取200度以上の高温でも動作可能であり、さらには数倍の高速スイッチング動作が可能である。送配電施設や鉄道等のインフラ設備等、加減製品等において 電力効率の改善が期待される。高温でも動作できることから、シリコン製素子より放熱板を縮小あるいは省略することもできる。高速スイッチングができることから、インバータやスイッチング電源のスイッチング周波数を上げることができるので、コイルやコンデンサの値を小さくできる。従って、装置の小型化にも貢献する。また、電気自動車等ではこれに加えて、 燃費の向上が見込まれる。シックモスフェットを用いれば、これまでイベットで実装していた、整流回路を、より高い周波数で、スイッチングさせることが可能になる。2017年現在、シリコン製素子と比べると効果ではあるが、一般にも市販されている。今後は、民生用スイッチング電源等への導入も、期待される。大電力用半導体として、 鉄道車両の VVVF 制御装置に用いられ、日本では2013年2月に、越前鉄道 MC7000 系電車での採用を、皮切りに、申請者では2013年より、福井鉄道海1000系、電車、2015年より、JR 東日本 E235 系、電車、2016年より、神戸電鉄6500系電車や、JR 西日本323系、 電車、2017年より、西鉄9000系、電車、2018年より、新幹線 N700S 系、電車、2021年より、JR 東日本 E131 系電車などで採用され、引き更新車では2015年より、小田急線系電車や京都市交通局10系、電車、 2016年より新形成電鉄8800系電車や北上急行電鉄7000系電車、2017年より西武6000系電車や JR 九州811系電車などで採用している。環境対応自動車向けインバーターや東海道、新幹線車両向けシックハイブリッドモジュール等の利用が進んでいる。ファインセラミックス、エンジニアリングセラミックスとしての用途も、 開けている。金型プレス成形、静水圧成形、射出成形、スリップキャスト成形、押し出し成形、などの成形法、反応焼結上圧焼結加圧焼結再焼結などの焼結法が行われている。ショットブラストにおいては投射材として利用される。アルミニウム合金によるシリンダーブロックの一体鋳造で、 小型軽量化のためにシリンダーライナーを省略する場合、シリンダー内面にニッケル素地に炭化ケイ素を分散させたメッキを施すことで対摩耗性と熱伝導性が向上する。炭化ケイ素繊維、シック繊維と呼び、日本カーボンのニカロン繊維、梅高産のチラノ繊維が有名である。軍ゼとエネティック総研が研究成果を製品化し、炭化ケイ素繊維や複合材を販売。 輸出している。ディーゼル車の排出する売人の囚人用、フィルター材料としての用途、高い耐熱性、耐久性、熱伝導性から原子力分野でも利用されている。三菱重工が研究中の高温ガス炉の燃料被覆に使用、東芝が燃料集合体カバーを開発。震災以前から海外でも着目され最近では国内で 室蘭工業大学等が高い優点、高度を応用する研究を行っている。優点が非常に高く、水との反応性が低く、水素を生成しにくい等の安全性確保に役立つ、等メリットが存在するが、安定したセラミックの量産がネックとなり、製品化されてこなかった。研究開発により、技術障壁を突破し製品化の目途が立った。 高温ガス炉以外の次世代原子炉でも耐熱性、耐腐食性に優れることから主要材料としての採用が検討されている。計画では2020年代前半から、軽水炉で単化系素燃料被覆の取り替えを行う予定。京都大学エネルギー理工学研究所が高温化での、耐酸化性能を持つ単化系素複合材料を開発。 ボーイング社の次世代旅客機のエンジンに使用される予定。炭化ケ系素繊維の耐熱性が向上すれば、ロケットエンジンやガスタービン発電の性能向上が見込まれる。地中に炭化ケ系素性熱交換機を設置し、一般的な火力発電と類似した発電方式の地熱発電、加圧水型同軸熱交換方式が室蘭工業大学で研究されている。 従来の地熱発電では熱水を汲み上げるため、温泉の枯渇や水分中に含まれる成分が金属を腐食させたり、タービンに付着し故障、出力低下の原因となるた水分中に含まれる硫化水素等の有毒ガス発生リスクがあったが、火力発電のような密閉型の場合温泉の枯渇は、ほぼゼロとなり、循環するのはほぼ真水となるため腐食も低減される、冷却等や、 有害ガス除去設備が不要になるためコストダウンが可能になる等のメリットがある。最終目標はマグマに直接接触させ発電を行う予定。大粒のものを装飾用宝石として用いる果てはモアッサナイトダイヤモンドと称してダイヤモンドの一種であるかのように扱い、高額で売却する悪質な例もある。宝石室の合成モアッサナイトの作成には高度な 技術を要し、意外と値段が高い。最近まで米国の会社が特許により作成技術を独占していて、中国などがそれに続いた。むしろ、モアッサナイトダイヤモンドと称して、より安価な二世ダイヤであるジルコニアを、モアッサナイトとして売る詐欺が、国内外問わず、よくある悪質な詐欺の例である。ありがとうございます。